大倉千代子は、日本の女優である。本名、坂間清子、旧芸名秋月広子、月浦霞。溝野口健治監督の、具美人相、坂根達子の初監督作、初姿で知られる。1915年8月31日、東京府東京市芝生区、新堀町に生まれる。旧正小学校を経て、1十歳になる1925年。 小竹蒲田撮影賞を辞した、さつきのぶこと、高橋義信の夫妻が主催する、近代座に参加する。舞台では、高橋予伝、夏子の母、英治殺し、女球に出演した。当時、座長の5月は、帝国記念マ演芸の制作、配給する映画にも出演しており、1930年には、東京、大森の発生映画社が制作したトー,ー金谷小梅に、5月、 高橋夫妻と共に出演、同年1月7日に公開された記録がある。この時の芸名は月浦霞、満み、14歳であり、これが最も古い映画出演記録である。翌1931年6月17日には、帝国キネマ演芸制作、配給、押本七之助監督によるサイレント映画、一心助けに、秋月広子の名で出演している。 1932年、帝国キネマ演芸は、新興キネマに改組したが、大倉は、満州国巡業を最後に、近代座を退団。引き続き新興キネマが配給する、小野菊太郎プロダクション制作のサイレント作品に、出演する。1933年には、日活渦政撮影所に移籍、大倉千代子と改名して、山中貞雄監督の、万学の衣装に、出演。 同作は、同年6月15日公開に公開された。1934年8月に、長田正一が設立した第一映画に、遺跡、数作に出演したが、中でも1935年10月31日に、公開された、溝の口健二監督の、首人相では、佐世子役を演じ、降板した、山田鈴の代役を務め、溝口の弟子の女性監督、 坂根達子の初監督作、初姿では主役に抜擢され、同作は翌年3月5日に公開されている。1936年6月頃には、牧野正宏による、陶器専門の新しい映画会社、牧野陶器製作所に移籍している。同社も、翌1937年4月には、解散に至り、ダントクマロ、志村隆史らと共に、 日活京都撮影所に移籍した。1942年1月27日、千時と号によって大英が設立され、日活京都撮影所は大英京都撮影所となるが、大英には出演記録がない。翌1943年4月には、日活座なる舞台実演が京都南座で行われ、四代目、沢村国太郎、月宮乙女。 小野菊太郎らと共に出演している。この時点で、二27歳であった。大倉のメインの活動時期である1930年代、当時人気の横綱だった、双葉山定治と結婚の噂が存在したが、ロマンスが存在したかどうかは定かではない。1936年1月に発行された、雑誌、野球界臨時増刊、春場所相撲号にも、この件についての報道はされた。 双葉山は1939年4月29日に大阪の一般女性と結婚している。第二次世界大戦後、1954年に日本の映画出演記録があり、この公開時点で大倉は満38歳であった。1975年8月に発行された週刊読売に掲載された座談会、戦時中の青春、そして30年後の今に、 歓璧を迎えた、健在な姿を見せたが、以降の消息は定かではない。すべてクレジットは、出演である。役名のわかるものは、公開日の右側に記し東京国立近代美術館、フィルムセンター所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す基調は、新興キネマ配給作品だが、制作、配給についてはそれぞれ記す。この時期のクレジットは、 月浦かすみあるいは、秋月ろ子名義である。特筆以外すべてサイレント映画である。すべて制作は、日活京都撮影所あるいは、日活渦正撮影所。配給は、日活である。特筆以外、サイレント映画である。具備人奏、メインタイトル。何はひか、メインタイトル。特筆以外すべて制作は、第一映画。配給は、松竹キネマである。 特筆以外トーキーである。特筆以外すべて制作。配給はともに、牧野トーキー製作所である。以下、すべてトーキーである。左から2番目が大倉。一番左が小松緑。大倉の右が藤川三之助。以降左から志村隆原小真子。ケムリ高田の馬場のスチル写真。左が大倉、右は坂東つまさ 四煙高田の馬場のスチル写真。戸上上太郎と共に。公開当時二25歳。小判花嫁のスチル写真。特筆以外すべて制作は日活京都撮影所。配給は日活である。ありがとうございます。